さあ1位は取れなかった、で3位だった、わかった、じゃあ2回連続1位を取ろうじゃない、それでどうだ、だから2回連続1位を取れないと終われませんスペシャルでやっていきたいと思います。本当にね、スペシャルつければいいと思ってる人間なんでスペシャルって言葉かっこいいっすよね。頑張りましょう。はいよ、行くか行かないか、行ってあれスタートしない、頑張れジュゲム、頑張れジュゲム、ジュゲム何この始まる前の緊張感みたいな感じ、プレッシャーを与えてやろうみたいな、これネット接続が悪くなりましたにならなかった、行きましょう、大丈夫だった、よっしゃー、さあ最初から飛ばして、アイテムは取ってね、さあさあ、ここのステージはね、まあこうなんかライブっていうか、なんていうの、クラブみたいなね感じのいい雰囲気ですけどね。いやー、このやっぱマリオカート8すごいのがこの無重力、逆さになったり戻ったりラジバンダリなこのステージ構成ですけどね。まあ、こうやって左右分かれるコースはやっぱり あまり差がつかないようには作られてると思うんですけど、あれなんですかね、やっぱ上手い人とかトップランカーさんとかはね、あれなのかな、もうどっちがこう走りやすいとかそういうのを見つけてるんだろうかね。さあ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 、よしよしよし、コインはできるだけ一発目で取っていきたい、よいしょ、あー待て、怖い怖い怖い、やめて、近づかないで、うん、あ2回目も緑できちゃいましたね、よいしょよいしょ、いやーなーほんとね、マリオカートは、まあ、ネット対戦もそうですし、まあ、ネットをつながなくてもね楽しいんでね好きなんですけど、おー危ない危ない、ギリギリ緑コーラで回避しました、はい、いやすいませんね、こう1位を独占してしまってあまりつまらない動画になってしまってあー落ちる、え、これ逆に戻されんの、後ろに戻されんの、やめてよ、ちょっと前に出して攻めて、あら一気に3位、ちょっとちょっと2回連続で1位取んないといけないんだから、こんなとこで、あいや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 、ちょっと待って待って待って、きついよ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 、ちょっと次はちょっと待って、また赤、いやこちょっと感覚が良すぎるよ、赤コーラの、待って待って、いやいやいや、とりあえずドリフトでスピードをつけて加速をつけていきたいけど、曖昧見舞い、よしコーラで、コーラで加速をつけて、イカちゃん来たけど、キノコで回避、なんかシリーズを増すごとにこのイカちゃんのね、この力が増してきたように感じますよね。あ、もうゴールだ、終わった、ダメだ、あらまあ、どんどんちょっと順位落ちてきちゃってんじゃない、大丈夫かね、2回連続1位まずいんじゃないですか。さあ次ですけど、どっちにしましょう、いやヨッシーバレー好きなんだよね、これは64の頃から本当に大好きで、まあ、確かに64の時はちょっとバランス、コースのバランス調整っていうのがあんまされてなかったので、まあ、絶対こっちの方が早いだろうみたいなコースが決まってって、コースが分かれてる割にはみんな全員そこに行くみたいなあるあるがありましたけど、はい、よし頑張ります、行くよ、あやっぱりこの2曲ですね、うん、コース人気4対4対ハテナが2 どこでもいいぜみたいなね、うん、おー、プクプクか、プクプクっていうのかはな、ここわかんないけど、さあ今回も 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人ですね、おー
ちょっと数が増えると1位になるのがどんどん難しくなるんですけれどもさあ行きましょう。パラリラパラリラ1の GO。 お、今回ちょっと CC が速い気がする。あ、そんなことないかな。あ、いて、ちょっとどんどんぶつかんないで。ぶつかり好きなのかなぶつかり好きってなんだ。おし、さあカーブ曲がっていきましょう。おいっと。いやー、やっぱりさ、 Wii U になって本当にコースが綺麗になったというか、画質が綺麗になったというか、そうそう、画質といえばね、僕の動画ですね、あまり画質が良くないことで有名なんですけど有名っていう言い方もおかしいんですけど、ちょっとね、今は画質あまり綺麗に撮れてませんが、今後ちょっとね改善できるように努力していきたいと思っておりますので、まあ、よろしくお願いいたしますね。できるだけ画質が劣化しないような形でね、皆さんにお見せできればなと。あー、せっかく後ろにコーラ出したのに意味がないことしてしまった。まあでも1位独占でいきましょう。はい、いやー綺麗ですね。なんかキングダムハーツを今思い出してしまった、デスティニーアイランド。このね、ちょっとリゾート地でなんだろう、のんびりしてみたいですね1年ぐらい。あー、でもどうなんだろうね、やっぱり1年ものんびりしちゃうと逆に何かやりたくなってくるのかな。やりたくなるっていうのは、こうリゾート地の中でもこうジャングル探検がしたくなるとかさあとは商売を始めてみちゃうとかさわかんないですけどね。まあ叶わぬ夢ですかね。さあさあ、本当に1位独占だけど大丈夫か。マジで何もしてないぞ俺。もうちょっと白熱したレースをみんなが見たいんじゃないか。いや、安全でいきましょう。安全第一です。はい、1位でした。よし、次1位取れば今回の実況終われますねまあ終われますねっていうか、あんま終わりたくないんですけどね、楽しいんで。ただちょっと声とか喉の関係でちょっと喉が渇いてくるっていうのはあるんですけど、まあ、それは水を飲めばいいだけの話なんでね、途中でね。さあ次は何レース目だ。 1,2,3,4 今4レース目だったので、次5レース目ですね。はあはあはあ、ハイラルサーキット選びましょう。あ、そろそろ抜けます。あ、ソイさん、そろそろ抜けるんですか。寂しいですね。でもハンドルでいくと、最後の意気込みって感じかな。お、てか12人揃ったんじゃないこれ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10。 すごい、これはここで1位を取ったらね、もう完全なる勝利ですよはい、よし、そろそろ始めませんか。まあ、勝手に始まるとは思うんですけどねえ、頑張りましょう。お、これはレインボーロードかな。レインボーロードかハイラルジョ、どっちかって感じですね。レインボーロード決まりました。はい、まあ、今回のレインボーロード、8のレインボーロードはまあどっちかというと宇宙ステーション的な感じなんですけど、みんな口が開いてる、口が開いてるパカーンって口開いてて、パカーンってないな、パカーンは馬か、ポカーンって口開いてるっていうねえ、ちょっと右のね、あや、そういそうたって、ここちょっと並びがちょっと好きだったさあ頑張っていきましょう。いきますか。出た、この緊張感。よし、ここで1位を取りましょう。1位を取ってね、最高な形でね、200cc に向けての準備動画ということで、まあ、200cc が出たらどうなるんですかね。まあ、とりあえずネット対戦じゃなくてあれかな、あ、待って待って待って、一人用でコンピューターと
戦う感じになるんですかね。うん、ちょっとそこら辺は曖昧見舞いです。まだちょっと考え中でございます。はい、あー待って、大丈夫か。そう、ここのねショートカットちょっと最初知った時はちょっと感動しました。危ない危ないよしよしよし、さあ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 、コインも10コイン貯まりましたし、あ待って待って待って、峠コーラー、うん、うわなんか後ろから来てる、後ろからスターも来てる、いろいろ来てる、やっぱつけてますね。俺を簡単に1位にはさせてくれない、いいライバルたちですね、うん、だが俺は独走するよ。まあまだ独走とは言えない形ですけど、よしここでできるだけ、よしはいよ、いいんじゃない、いいんじゃない、ミスってはいない、ミスってはいない、一つのミスが命取り、うん、つけようつけよう、甲羅をつけよう、危ない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 、ちょっと、あー待って待って、甲羅甲羅当たんないか、あーちょっと待って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 、来ないでー、いろ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 、よし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 、これはラッキーなのか、不幸中の幸いと言いますか、うん、よしよしよし、いいよいいよ、まだまだ1位、まだまだ1位、よしよし、さあ1位で最終ラップを迎えました。これで1位を取りましょう、本当に。そしていやちょっとドキドキしてきたな、さすがに安全な安心なレース展開が続いておりましたが、よしよし、いけ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 、あ待って待って、危ない危ない、あ危ない危ない危ない、こ、よしよしよし、大丈夫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 、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、大丈夫だよ、はい、コインを使って、コインを使ってここで落ちて、そしてここでショートカット、待ってー危ない、よし今のはショートカットしたからこそ赤コーラが、よしこれはもうもういけるんじゃないか、よし誰もいない、やったクラクションでーフィナーレー、いやーよかった、1位連続2回取れました。はあ、いやーやっぱマリオカート楽しいですねはい、もうね勝手に一人で騒いでますけど、やっぱりね、今回は日本の誰かさんとねインターネット対戦みたいな形でしたけども、ぜひね今度は僕の方でこう皆さんを集めてですね、楽しくですね、スカイプなんかをつなぎながらレースとかできたら楽しいんじゃないかなと思っておりますがね、ぜひいつか企画してみたいなと思っております。はい、でなわけで今回のマリオカートの8の実況はここまでにしたいと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。ぜひまた次回も見てくださいね。またね、グッバイチャー。